マスオさん、マスオさん、はい、マスオです。はい、なんとですね、今日はここ愛媛県の松山に来ております。四国初上陸、初めて。そう、おめでとう。もうね、すごいもうみかんがいっぱいになっててね、すごいいいねって思ってきたんですけど、ここは今日泊まる瀬戸内リトリート青なぎというホテルでございます。で、マスオさん、はい、ここのホテル普通じゃないですよね。普通じゃない、もう見た目からして普通じゃないね。ここスペシャル高級ホテルです。なんと一番いいスイートルーム、2人で泊まると一泊、わーお、16万円。なんだけど、うん、今回ね、とあるキャンペーンやってて、それ見つけたんですよ。なんと YouTuber で登録者5万人突破してると16万円がただキャンペーン。やばいね。もう応募締め切り終わっちゃってるんですけど、速攻で知ってすぐ応募したんですよ。すごい、素晴らしい。いや嬉しいよね、5万人突破でだよ。5万人からっていうところがすごくない？そうだから、なんかね、ちょっとそれ聞いて、うん、嬉しかったんですよね。最近多いじゃん、ツイッターのフォロワーが多いと割引とか。ああ、あるね。飲食店だったり結構あるけど、そう、タダになるとかさ、うん、そういうのってなんかさ、やっとなんか YouTuber が世間に認められてきたなみたいな。いや、すごいことだよ。すごいことで嬉しくて、うん、応募しちゃった。だからね、今日はマスオでーすと猛烈に満喫したいと思います。はい、正直2人で旅行行くのは初めてです。そうですね。楽しみ。そうなんだよね、本当だったら彼女とかいたらこう一緒に行きたいんだけどね。そう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 、マスオなんです。マスオです。それでは行きましょう。ファイヤー、レッツゴー。なんかホテル、本当にホテルなのって感じの、うん、感じ。おお、すごいこうコンクリート打ちな感じで。わあ、これ一見したらホテルの入り口って分かんないぐらいね。ね、特別な感じだね。めっちゃ広いんだよね。おお、すげえ綺麗。おお、おお、すごいねこれ。入り口からしてもいいもん。デザイナーズ入ってるね。うん。なんかね、もともとは美術館だったらしいんですよね。そう、だからその時の絵がまだある。わあ、すげえ。あ、こんにちは。こんにちは。ようこそ。水がすごい。ここからついに綺麗。すごいね。うん。じゃあチェックインお願いします。はい。よろしくお願いします。すごいね。ああ。吹き抜けでございます。吹き抜け。あ。この下の階がダイナミックスペース。ええ。ここでご飯食べたりするんだ。すごい。いい景色見ながら食事できちゃうんだ。え？え？ほんま、ほんま？マジだ。さあ、でじゃあ、たまらない。 VIP だ。チェックインがカウンターじゃない。緊張しちゃうね、これね。うん、特別感がものすごいね。早速ではございますが、お飲み物2種類ご用意しておりまして、愛媛の柑橘ジュースか、スパークリングワインか、結構お選びいただいておりますが、いきなり、うわ、どうしよう。どっちか、しょっぱなからお酒飲んで大丈夫かね。ジュースお願いします。いいホテルって入り口からこうなの？やばいね、うん、ここ堂々としてないけどね、本当は。こうやって、あー、いや、でも慣れてなさすぎて大丈夫かな。そわそわしちゃうんだけど。ベニマドンナ超高級ストレートジュース、いいのかな、お前。いただきます。わー、いい音。ちょっとそれっぽくいかないとな。うまっ、うまい、やばい。香りの立ち方がずっと全然違う。これが愛媛の本気か。すごいね、愛媛いいね。ガンガンガン。うめえ、
多分これ今までの客の中で一番早く飲んだと思います。うますぎる。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。プライベートプールサウナイエーイ。ちょっとね、あの部屋に行く前に使える施設回っていきたいと思います。まずプライベートプール行きましょう。うわ、これもう我々のものだな。え、これどっから？すげえ、海パンがこれ借りれるぞ、いっぱい。すごい、レンタル水着。すげえ。で、さっき聞いたんですけど、プライベートプールですので、すっぽんぽんでいいです。やばすぎる。これ冗談じゃないからね。そう、貸し切ってて、あの、泳がれるんでしたら、すっぽんぽんでいいですって。プライベートじゃなきゃ絶対できないやつだ。やばいやつだね。うん、でもちょっと動画的にちょっとモザイク処理が大変なんで、うん、やんないけど。着ないとダメだけど、うん。見に行きましょう、ちょっと。やべえ。すごすぎる。やばいよね。素晴らしいよ。なんか、プライベートプールこんな大きいと思わなかったっすね。ねえ。競争できそうなぐらい広いよ。うん。ねえ。ビップすぎる。で、お次サウナ。サウナ。サウナ。ここももうプライベートってことだから。あ、じゃあ貸し切りだ。完全に。あ、すげえ。これ。すげえ。これも俺の水っていう話で。さっきオレンジジュース飲んだのにまた飲むの。タプタプ。よし。すごいね、これ。服着て。これ。プライベートだからできる。プライベートだからいいんです、これ。リュックショって、これ別に服着てもまあやらないでね。うわぁ、マジ。うわぁ、うわぁ、すげぇ。いや、でも、やばい。ヒートテック着てサウナ行く。やべぇ、すげぇ。暑くて。でも、サウナで外見れるってのはなかなかないよね。普通ね、密閉空間みたいな感じ。よし、じゃあ砂時計やってみたら出よう。そういうことだよね。死んじゃう。死んじゃう。死んじゃう。で、もう一つね、すごい景色のいい野外プールもあるので、そこもちょっと見たいと思います。すげえ。テラスハウスだね、これ完全に。やべえ、やべえな、これ。これはすごい。すごいね、これ。なんか海外の豪邸みたいな感じ。うわー、すげえ。ちょっとね、あいにくの雨なんですけど、うん、さらに冬。冬だね。凍りそうです。さすがに冬だから。夏だったらちょっと泳ぎたかった。泳ぎたかった。景色がね、ちょっとあの、今日は天気が悪いんですけど、晴れてるとね、海がバーンって見えるらしいんですよ。そう、そう、こっからね、部屋見えるんだよね。あの部屋なんだよ、一番上の部屋。部屋行こう。はい、それでは今日泊まる客室に行きました。1号01号室、これ一番いい部屋だそうです。でも客室っていうドアじゃないよね。これなんか搬入口みたいになってるね。それでは行きます。レッツゴー。スイートロー。おー、おー、爽やか。あー、いいね。もう綺麗だね。あー、うん、あー、景色もめっちゃいい。ほら、これさっきのプールすごい。これプール、プール。うわー、うわー、すげー。でさ、今薄く見えるけど、これ、うん、あれ山口県でしょ。そう、なんかね、山口県が見えるんだよね、うん、このここら辺に。そう、うん、晴れてたらバーンって見えてるんだって。今肉眼で微妙に見えるけどね。ね、すげー景色。すげー。じゃあ2階へ。あの2階あるホテルやばくない？ね、いつかこんな豪邸に住んでみたいわって感じだね。いやー、やべえよこれは。ビップすぎる。うわー、あー、やばい。そういうことね。これはやばいでしょ。うわー、これはね、これは彼女と来たいな。ごめんね俺ね。ごめんね俺ね。そうそうそう。せーの、スイートルーム。やべえよこれ。気持ちいい。はい、続いて、お部屋のお風呂です。これもまたすごそうな感じ。
うわすげえ。丸いわ。着地付きだ着地付き。うおーすげえ。うわこんな風呂家にあったらなとか思っちゃう。うわすげえ。はーいいなこれ。マスオさん。マスオさん。あれ。マスオさん。マスオさんが消えた。え？マスオさん。マスオさん、そんな泳ぎたかったの？そうなんだけどさ、そうだけどさ、夢、思ってたよりやばいこれ。やってきました。帰ろ。いいよ入って。はい、イエーイ。メガネどっか行った。え？メガネないよ。え？どこ？え？嘘やろ。え？メガネどこ？マジで。どこ？メガネどこ？え？どこ？してるやん、してるやん。ありがとうございます。やばいねこれ。広いね。あ、普通に泳げちゃうのね。クロールしてる。行くぜ。おやばい。何がやばいの？腕がパンパン。え、どう？つぁつぁつぁ、なんでトレーニングしてるんだろう。多分ね、こんなにちゃんと泳いだのは数年ぶり。数年ぶり。3年くらい泳いでない。プライベートプールだからこんなに泳いでも大丈夫。そうだね。すごいね。わぁわぁ、見て見て。最高だこりゃ。あ、足ぶつかってんだよ。はい、プールでね存分に泳いだんで、ちょっとこれからマッサージを受けたいと思います。はい、癒しですね。やったー。いやお願いします。お願いします。はい、はい、お進みくださいませ。ありがとうございます。あ、うますごい。おお、ここで受けられる。すげえ。マサさん、もう一泳ぎいただき。いや、もう勘弁してくれ。これすごいですよ。これよだれ垂らしてもこのここにこの貝を怪我していく感じなんです。貝を怪我す。気持ちいいです。ちょっとトライ
かストレスだな。冷静に気持ちよさを感じるために起きてたんですよ。慌ててた、うん、俺も起きてたよ。癒しもあるね。やっぱ都会じゃなくて森に囲まれてるってのもいい。音が良かった。あのロビーのところのあの噴水みたいになってる、 あの音がちょうど川の流れですごい良かった。これもうアロマがね、うん、ふわーって効いてきて素晴らしい。はい、というわけでディナーでございます。あの結構和風のね、うん、あのコース料理でなんかこう瀬戸内系のこう何かが来そうですね。あ、すごいのが、うわ、ああ、すごい、おう、梅が、はい、いただきます。いきなりだけど俺白子いっちゃおうかな。いやいや、まず梅の木からでしょ。梅の木から、いやいや、食えねえから。あの車エビを瀬戸内の、あ、でもそっち、うわぁ、うまい、うまい、うん、白子、いただきます。うまクリーミー、はい、うめぇ。ありがとうございます。はい、おぉ、おぉ、おぉ、透き通ってる。うん、あ、あっさり系です。優しい、しみる ね。いや、極寒のプールで冷えた体にすごいしみるわ。僕全然冷えてないんでね。ポカポカ。おいしい、贅沢。 お花が、あ、お刺身で、あ、すげえ、え、すごい、これ器がさ、氷、氷だよ、すげえ、うわ、プリプリのね、コリコリ、新鮮じゃなきゃこういうの食べれないよね、ほんとに。あ、じゃあメインディッシュいきますか。メインディッシュこれね、かき氷です、これ。は、折れちゃう。おいしい、わかんない。冷たい。いいの、そうですね。タケノコ、タケノコ、タケノコ焼けちゃってる、すげえ。メインディッシュいただきます。これ絶対うまいやつだよ。やばいね、これ、うん、これはやばいね。いただきます。あ、うん、うめえ。デミグラスソースがうまい、もう美味しい、とろけそうなぐらい柔らかい肉が。じゃあ、僕もいただきます。うわ、とろけるってこういうことだ。一瞬で終わっちゃいそう。うん、タケノコ、あ、ん、なんだこれ。まるでなんかトウモロコシのような香ばしい、なんだ、焼けた香り、うん、甘みも出てる、うまっ。え、こんなタケノコ知らない、ね、甘くて美味しい。うん、おじいさんになったら愛媛に住みたいね。もう今から住んじゃいなよ。いいね、みかん YouTuber で行こうかな。これは、うん、エビが、うわ、あ、鍋だ。豆乳っぽい感じの、うん、うわ、これはやべえな。どうしよう、こんな、なんかこんないいもの食べちゃって ね、 ね、もうエビから見応えがある、ね、スープ。あー、優しいわ。やばいね、これ。いろんな出汁が出てる、優しい味。うん、大丈夫、うめぇ、うまい。飲み干したいね。でも飲み干すには火を消さないとこうジリジリになっちゃうから。死んじゃう、死んじゃう、死んじゃう。消えないね、なかなか、うん、手ぐらいにこれ美味しいんですよ。美味しいよ、全部飲み干したくなるぐらい。え、これ器も全部綺麗だね。
下がなんかゼリー状になってる。ゼリーだよ。ほらほらプルンプルン、ポン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 とかやった人は多分いないですよ。いただきます。フグはプリプリ。これどうやって食べられるんだこれ。そう、フグの皮って言ってたね。プルンプルンプリンプリン。いただきます。ポン酢はフグのその味を消さないぐらいのちょうどいい酸味で、うまいわこれ。いやマジック。僕が一口食べる間にこれ全部食べてますやばくないですか。腹減ってて。ああそうか、それほど美味しいっていうね。うわしらすがこんな朝ごはん食べたいって感じの。あどう、うめぇ柔らかいしね、ご飯もふわふわで、で梅もちょっと甘いんだよね。釜揚げしらすがめちゃくちゃふっくらしてるから、うん、それがふっくらしたご飯と一緒になんかもうふっくら食べれるね。でも本当にふわふわっとしてる。日本にはまだこんな美味しいものが隠れてるんですな。山ほどあるんだね。ね、すげえ。あんって言ったらグチってなりそうだ。ね、グチってなりそうだ。多分これやったやつも初です。あ、わたあめみたいな味がする。うめえ。これはインスタ映えしそうだね。インスタ映えするね。インスタ映えしよう。あのヒカキンはいつもこのようにインスタを撮ってます。インスタ映え。ごちそうさまでした。寝る。あやばい、ほんと気持ちいい。よっしゃ、おやすみ。おやすみなさーい。せーの、はい、あーおやすみ。おやすみ。マスです。おはようございます。おはようございます。よく寝た。すごい。いただきます。いただきます。おはようございます。朝からすごいご飯が。すごい。おいしい。うん、毎朝こんなの食べれたらな。贅沢すぎるね。すごい。うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや最高だったね。素晴らしすぎました。本当に景色よし、ご飯よし、設備よし、あのサービスも最高でした。接客よし、うん、素晴らしかったです。大満足でございます。ね、むしろなんかもう大丈夫かなっていう気持ちになるぐらいね。本当に、はい、今回のこのホテルはキャンペーンは締め切られちゃってるんですけど、今後こういうね YouTuber とかあのインスタグラマーとかね、そういうインフルエンサーが輝けるキャンペーン、うん、もっと世間に増えると嬉しいです。素晴らしいですな。ヒカキンシー頑張ってる YouTuber とかのねモチベーションになるよね、うん、っていうところでハッピーになるじゃん。僕らただで泊まれて、お店のでも PR はして、それを知ったファンの人が来てくれてみたいな、いい循環が起きるから、流行るといいな。素晴らしいな。マスオ TV の、チャンネルのリンク説明欄に載せておきますので、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。この動画がいいと思ったらグッドボタンお願いします。ヒカキン TV のチャンネル登録もぜひ。はい、というわけで、ヒカキンマスオの愛媛の旅、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブーン、じゃんけんポン、ブワイ。登録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 